南大高駅は愛知県名古屋市緑区大高町麻井池の内にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA62。運行形態の詳細は東海道線を参照。名古屋市南東部にある緑区の南部に位置し JR の駅としては名古屋市内で最も南に位置する。停車する列車は開業時より普通列車のみである。 駅周辺は1995年より区画整理が行われている地域でイオンモール大高や総合病院南西京病院も進出し現在に至るまでマンション等の新築ラッシュが続いている南大高駅はイオンモール大高の開業1年後2009年同施設に隣接する場所に開設された JR の乗車券制度の一つ特定特使内制度では 同制度における名古屋市内の駅として設定されている。名古屋市内の範囲の南端は、当駅の開業前は一つ北側の大高駅であったが、当駅開業に伴い新たに当駅が南端となった。島式ホーム一面二線と単式ホーム一面一線からなる合計二面三線の地上駅。基本的には名古屋方面が二番線を、 豊橋方面が3番線を使用するが、平日の名古屋方面の普通列車の一部は、対比線である1番線を使用する。ホームはいずれも9両分程度の長さがある。駅舎は、ホーム上空に設置された、橋上駅舎で、駅の西と東を結ぶ自由通路を併設する。駅舎、ホーム間を結ぶ階段が1カ所ずつあるほか、駅舎、 ホーム間と自由通路に2機ずつ合計4機のエレベーターが設置されている。駅舎と自由通路を合わせた面積は約1530平方メートルである。イオンモール代行への連絡通路がある。東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で大府駅が当駅を管理している。JR 全線切符売り場、東以下対応自動券売機、東以下 チャージ機が設置されている。ほぼ終日営業を行っているが一部の時間帯は窓口が閉鎖となる。名古屋市統計年間によると2018年度の1日平均乗車人員は6845人である。年々利用者は増加傾向にあり、北隣の大高駅より多くなっている。各年度の1日平均乗車人員は以下の通り、駅周辺は 土地区画整理事業が1995年6月から2012年3月にかけて実施され近年発展した地域である。駅の西側にはイオンモール大高が隣接し、その北隣には総合病院南西京病院が並ぶ。また、駅の南0 5トルほどの位置に国内最大の高速道路接続本数を要する名古屋南ジャンクションがあり、 自動車によるアクセスも良好なため、これらの施設には遠方からの利用者も多い。周囲では2011年までをめどとした宅地開発が実施されていた。駅周辺の施設には以下のものなどがある。駅に近接するバス停留所は、西口側の駅前広場にある南大高駅と東口側を通る愛知県道50号。 名古屋壁南線上に設置された南大高駅東がある。どちらのバス停も名古屋市営バスが使用している。停車する系統は以下の通り。このほか、名鉄バスがイオンモール大高西側よりイオンモール大高大高緑地に市名鉄なるみ駅までを結ぶ有料シャトルバスも運行されている。ありがとうございます。